ちょっと喋ってください。マイクレベル、ワントゥーワントゥー、ただいまテスト中です。いやー、今年はね、いやー、マスク外します。どうなんやろ。外し、撮影中のみ外しています。元旦動画ですんで。元旦動画。元旦動画ですんでお願いします。はい。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。ももすけです。アタックです。はい。毎年、多分去年やらなかったですよね、こういう動画。いや、去年やったような気がするんだけど、あれ、もう一昨年の話なのかな。ちょっと記憶が定かでないんですが、去年の今頃なんかめっちゃ感染拡大してたんで、なんかやらなかったような気がしてるんですが。いや毎年ねここ最近撮ってるんで撮ったような気がしてたんですけどいやーなんかこのね、うん、年末年始のネタ不足を僕が解消するためにアタックさんを呼びつけて収録してる年始特報いやーそれもね前日に「明日暇」みたいなねいやー休みだけどいや年末だからいろいろやって。ちょうど岐阜タンメン食いたいって言ってたじゃん。いやそうなんだけどさ、岐阜タンメンとこの撮影は別じゃないですか。でも岐阜タンメン食いに来る予定だったでしょ。うんそうそうそう。じゃあいいじゃん。まあね、まあまあいいっすわ。結果的には良かった。まあまあまあそうですね。はい、はい、ということで、はい、2022年でございます。はいはい。いや早いですね。早いですね。いやなんかね何もしないうちにね2021年が終わっちゃったんで。ああそうだね。いやなんか状況そんなにすごい悪くはなかったけど、なんかこうあとこの後どうなるんだろうどうなるんだろう、うん、やっていいのかなみたいなことしてるうちに1年が終わっちゃったみたいな感じでしたね。うん、そうですね。はい。で、うん、今年こそは、うん、まあそのアフターコロナ的なね。感じで、まあ徐々にこうアフターコロナいやウィズコロナじゃないですか。ウィズコロナウィズコロナでしょ今年もね。なかなかね本当収まってくれないというかね、うん、どんどんねなんか進化しちゃってね。まあでもその今アタックさん言ったみたいに、うん、ある前提で今までやってたイベントごととかをどうやっていくかって考えなきゃいけないのかなと思って、うん、まあ去年の年末なんかもももチャンネルの一応イベントめぐり屋でやったんですよ。うんはい、で結構その入る人数を店のキャパの3分の1から2分の1ぐらいに制限して、うん、で問診とか、うんまあ、検温とかして、うん、でその食べてる間のルールとかもしっかりして、うんまあ、やってってことをやったんで、うん、まあなんかそういう何かしらのそういう対策をしながらいろいろやっていかなきゃいけないなということで、うん、今年のイベントのお話をする。毎年恒例の動画でございます。はい。はい。まあとはいえ運用イベントはね、問題なくできると思いますんで。まあそれもねできなくなっちゃったらもうねやることなくなっちゃうんでね。そう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 。まあ運用イベントの話からいきたいと思います。はい。で今僕らがやってるイベントでいうと1月から3月は引き続き UHFCB オンエアミーティングが開催されます。はい、で毎月日曜日第3日曜日なんですけども、3月ですよ注目は。なんかよアタックさんが聞いてまだ僕やるのまあアタックさんが伊吹山の山頂からオペレートするユーミです。伊吹山はねここはね別世界ですからね。今まで何回か2人で行ってやったけどさ、うん、行くまではいいんだけどさ結局行ったらできなくて帰ってきてるよね毎回そう、うん、やりたいんだよやりたいんだけど行ったらものすごい風とものすごい低温なんですよ冬の伊吹山の山頂に行くと。だから結局できないんですよあまりに危なくて。そうね、うん、そうなのでまあどっか決めてるんですかどこでやろうかなと。いやまあそこらの低い山でいやねこれ、毎年っていうかね去年ぐらいも言ったんですけど、はい、キー局高いとこ行っちゃうと、はい、三角局がそこら辺しちゃダメな結構あそこの山ならここでつながるからここでいいやみたいな感じになっちゃって、結局キー局とは更新できるけど三角局同士がつながらなくなっちゃうんですよ。まあ確かにね、このイベントの目的は三角局にアクティブに移動してもらってお互いに更新してもらうっていう、そのためのきっかけとして僕らのキー局運用をしてるって感じですもんね。そうだからね、ちょっと低い山っていうか、まあまあ そこまで高くなくて、まあまあロケはまあそこそこいいところを検討中ないんですよなかなか。できればアタックさんが大変な思いして登るところ、いやもう車でピピって言って、ね、いやそれはダメですダメです、大変な思いして、この間僕大変だったんですから、雪の日に。養老にわざわざあれ雪降りましたね。はいバッチリ降りましたね。あの日は大変でしたね。めっちゃ寒かった、うん、動画もうこれ出てる中に出てるんだけど、僕めっちゃ鼻水垂らしながら運用してるんでこれなんか映像で見るとキモいなって思うんです、後から、うん、おっさん鼻水だけど、ね、それどころじゃないんだってそう、ね、それどころじゃそんなこと言ってられないぐらい寒いです、うん、そうかまあそうだな。まあでもねそれぐらいしてでもやっぱりね、はい、更新したいんでね、はい、ということでそれが3月まで4月まで4月からまたCB のやつやります。最後は桃介さんがいつもいや4月から CB だって5月になっちゃうとさ、また e スポシーズン始まっちゃうからう、ねうん、4月にまたCB の伝播テストやって、うん、e スポシーズン前にリグの調子とか確かめてもらって e スポシーズンに行くっていう流れでいきたいなと。はい、思ってます。まあとにかく3月20日のアタックさんがキー局の会のユーミーが注目でございます。注目ではないけど、まあ皆さん参加してくださいということですね。はい、でそれと同時に、はい、年間の、全国一斉のイベントのスケジュールも始まります。はい、3月21日春分の日が春の一斉オンエアで、はい、でその次5月3日4日のまあこう祝日の連休ですね、ここがゴールデンウィーク一斉オンエアで、はい、で、SV は今年これ7月30、31日本当の最後ですね。はい月末、はい、これ参加できるかな月末や、が SV ですね、サマーバケーションがあって、うん、9月の17、18敬老の日が来る3連休の土日、ここが、秋の一斉オンエアデー、はい、で11月3日が全国一斉オンエアデーで、まあ、また年末年始一斉オンエアデーが一応12月31日元旦にあって、また1年間ということでございます、はい、今年は遠征したいですね。そうですね、状況が落ち着いてたらまたね、まあ、僕去年は、夏の北海道の時は比較的状況良かったんで、うん、北海道行けましたけど、うん、秋音の時は状況悪かったんで、うん、悪かったですよね確か。デルタ株が流行ってる頃でしょ、秋音の頃で、はい、秋音は本当その辺の山遠征しなかった。だからまあ本当そういうふうに様子見てって感じかな、になるんですけど、沖縄とか行ってください。沖縄行きたいですね。だいぶ行ってないですよね。だいぶ行ってないです。もう何年行ってないかな。何年行ってないってもうだいぶ行ってないですね。結構ね連チャンで行ってたのだよね。そうそう連チャン行ってたよね。連チャンで結構行きましたね。いや沖縄行きたいですね。ぜひまたそういう遠征も考えていきたいですね。はい。あとはまあその運用イベントはまあそんな感じでこう状況を見ながらできると思うんですけど。集まる系のイベントがどうなるかですよ。去年カンハムもハムフェアも結局なかったってことで、うん、どうなるんでしょうねっていう。どうなるでしょうね。本当これ予想つかないですよね。だって去年というか、そう去年か、去年だってまあ来年はできますねみたいなそうそうそんな感じで言ってて、うん、思ってましたからね。そうだから何とも言えないけど。まあね、カンハムとかフェアに関しては、うん、主催ジャールさんとかが主催して僕らは参加するだけだから、まあ、やりますよって言ったら見に行く。ちょっと出店とかがね厳しいかなと思って、やっぱり出店ってさ一緒に事前に予定してさ準備しなきゃいけないから、まあ、ちょっと出店は難しいのかなみたいな感じは思ってますけどね、僕的に。いやでも今年はやる方向でお願いしますよ。いや僕に言われても分からんいやまあねフリラのブースあ出したい。いや出したいじゃなくて行きたい。出したい。いや僕は別にそんな出すものないですからね。出すものないですから。労働力を提供してください。ああ労働力ね。はい。まあ使われるってことです。やりたいかな。でも僕らが例えばカンハムに出てる趣旨ってもちろんライセンスフリー無線をまあ知らない人に。ね、こういう遊びありますよって、まあ、アマチュア無線の人たちの無線興味ある人に伝えようっていうのとフラムの宣伝っていう、フラムの名前で出てるんですよ、カンハムって僕ら、だから結局カンハム出るかどうかってフラムやるかどうかが結構関わってて、フラムをもうなんか2回やってない、そう2年連続でやってないのか。だからこの2年間にライセンスフリー無線始めたよっていうモノチャンネル見てくれてる人とかはフラムの存在を知らないんですよ。あー、そうですね。やっぱそうですよね。ここ最近開局された方っていうともうこうアイボールイベントっていうのが出てないですもんね。やっぱり無線ってこうつながってその相手の人とこうねいつかこうお会いできたらっていうそこでねやっぱり。会えるって感動ですからね。感動ですね。アタックさんですよね。ももすけさん、ももすけさん。ああです。いや僕ただのおじさんなんですけどみたいな。いやまあ僕最近はもうね僕はもうもう顔そんなん出てないんで。出てるじゃない。いや出てないんで別にね普通のおっさんですから。何もないですけど。まあその会うっていうのね。会いたいですからね。大事だと思うんですよ。でフラムをやるかやらないかって話を、まあ、ちょっとみんなでは僕らも集まれてないんで、僕もモグスケに会う旅とか、まあ、アタックさんに会う旅とかにこう話をしてるんですけど、やりたいっていう方向ではあるよね。やりたいですね。ただ、まあ、今のところ話してるのはそのミーティングのまあ部屋がいつも使ってるところだと百何十名か入れる部屋なんですけど、まあ、そこのキャパをどれぐらいで制限するか。とか、まあ、もちろん、そういう、まあ、検温とか、まあ、問診とかした上でただ宴会は厳しいかなみたいなところぐらいまではぼんやりと今考えてて、そうですね、宴会楽しいんですけどね。そう楽しいんだけど、であれを楽しみに来てくれてる人も結構な割合でいると思うからっていうね。まあでもミーティングだけでもやりたいですね。いや今年決めるのアタックさんですから。 B7 さん引っ越しちゃった。いや B7 さん来てくれるでしょ。いや来るって言ってたよ B7 さん。フラムどうしますって来たんですよ、引っ越したから、でいやいやフラムは僕ちゃんとやりますっておっしゃってたんで、ただ事前にほらで九州にいるから、準備には来れないじゃん。いやこれは厳しいでしょうけど、だからその準備する中で今こう一番最古参なのアタックさんなんで。そんなことないでしょ、まだいるでしょ上には上が。いやいやいやもうだって大将も名古屋 C79 局さんももうこう顧問的な今存在ですし、もう実動部隊で一番年長ではない、年長ではないけど。でもアタックさんと愛知 AB326 局と名古屋 FT201 局あたりが多分でも年長者のグループですよね。僕その10歳ぐらい下のグループですから。何気にアタックさんと僕って10歳も差があるんですけど。そうですね。こんな生意気な口聞いてますけど10歳も年上なんですから。そうか。っていう。で決めてください。先輩決めてください。やるかやらないか。はい、いやこれ難しいですね。本当こう状況をね、状況を見て1ヶ月前とか2ヶ月前にやるよってできればいいんだけど、会場が毎年僕ら1年前から抑えて、そうですね。なんか1回さ半年前ぐらいに予約しようとしたら埋まってて困ったことあったっすよね、確か。そうですね。もう早い段階で動いって計画していかないと本当にやれるってなった時にできなくなっちゃう、ね、そうそう、だから半年前には最低決めて動いとかないとできないもんで、そこが難しいとこなんですよ。今やる方向でずっと行って準備もして本当直前にやれるかやれないか本当にもうそこで。いやそれでね、コロナの1年目の時に僕ら会場費失ってるんで、そうだよね、お金の問題があるんで、そうだね、うん、そこもあるからね、なかなかできなかったらできなかったっていうわけにもいかないですね。結構お金もかかってるんで、そこが問題ですよね、うん、っていう悩みがありつつ、一応やれる方向でいきたいなとはね、うん、思っております。はい、はい、そんな感じですかね。10月ですか、フラム。できそうな日程は9月だったら、まあ、いつも3連休で開催してるんですよね。はい、でもし3連休ってなると、例えば9月の24日の土曜日が3連休の中日だったりとか、うん、10月の8日が3連休の初日だったりとかはしてます。うん、その辺が候補ではあるけど、ただ、まあ、宴会とかやらないってなると普通の土日でもいいのかなとかね、うん、うん、ちょっとその辺も日程も迷うところですね、うん、9月10月か、まあ大体それぐらいに11月にやってた年もあるんですけどね。11月、それはなんかいろいろ大変なんだよ、11月、年末が近いから、うん、でも9月にやって台風来たこともあったからこれ難しいんですよ。そうでしたね、はい、雪降ったりね、はい、あ、それ台風で延期になって2月か3月にしたらすげえ雪降ったっていうもうさ、うん、誰のせいか知らないけど、誰のせいかね、そういうことがいつも、うん、ありましたね、ありましたね、本当いろいろありますね、本当いろいろあるんですけど、今年もまあいろいろあると思いますよ。はい、最後に今年の抱負を、今年の抱負、はい、今年の抱負考えてなかったな。え、私はやっぱ僕が知りたいのは、今日年末なんで。それ言っちゃダメなの。ダメです。よかったです。いや、僕は私さん的には心理的関係の次のこう展開を知りたいです。多分みんなも知りたいと思う。ああ、今年か。うん、なんかあるんでしょ、自分の中で次のステップが。いや、ないよ。だって。だってさ、去年のさ年末にはさ、うん、来年は自分の A01 を作って、うん、オリジナルのものを通そうって思ってたでしょ。思ってたよ。言ってなかっただけ。言ったっけ。言ったね、なんかそんなこと。あ、言ったか。じゃあ今年か A01 を量産します。いや、量産はできない。量産はできないね。それには莫大な資金が、そうね、無理だね。俺も欲しいけど、これ無理なんだろうなって話聞けば聞くほど思うから。そうそうね。でもね、市民ラジオなんかやりたいですね。やりたいけどね、なんかね、シンスプリアスのあれ延長になっちゃうじゃないですか。延長になってね、なんかね、じゃあトーンダウンした感じ。なんかね、あれのためにね、あれがもう使えなくなっちゃうからって言って、いろいろね一生懸命やってきたのがね、いや当面の間使ってください。まあまあいいじゃないですか。でもいい話だとは思いますけど、うん、なんかね、確かにすげえ、それこそさっきの話やけど、フラムで10年ぐらい前からその話でずっと、まあ結構マジで真剣に福岡エビ1アニ2曲とかはじめとして、マジで毎年結構。だってそうだよ、それでもう市民ラジオの制度がなくなってちゃうかもしれないから、もうなんとかしなきゃね、俺たちは。最初の頃結構深刻なさ、なんかチーンって感じのミーティングになってて、これ俺たちこれできなくなっちゃうのかなみたいな。それだからもうどうにかしてこの市民ラジオをなんとかしなきゃいけないって言って動き出したのに、まあいいじゃないですか。いや、いろいろだってね、無線機メーカーとかもいろいろ悩んだと思いますよ。そうね。シンスプリアスになって新しいのにね、変えなきゃ、どんどん開発して、そうですね。いやまあでもメーカーさんは儲かったのかな。売れればいいんじゃない。メーカーさんは儲かったのか知らないけどねえ。だからちょっとってなったんで。やる気ないなこと。やる気ないっていうかなんか違うこと考えようかな。ああなんか違うそのアタックさんのこう今まで心理的やりながら培った技術で別の。いやそんなね技術はないんで。でもそのやっぱやりなアタックさんそれはもともとほら技術者さんではないじゃん。だけどやりながらその知識をある程度身につけてきたんでしょ。やる前よりは絶対。ああまあまあうんそうですね。なんかそれ使ってなんか別のこと、うん、別のことか、うん、それを考える年にします。なるほどね、うん、次の企画をその心理的の話が一応まあ一段落したということで、うんうん、次のことをなんか考えようかなってことですか、うん、なるほど、うん、いろいろねでも考えてもね結局やることはね10年前と変わってないんですよ。まあ僕ら趣味で楽しくやれれば、まあ逆に言うとこう10年経ってもこの遊びをこうやって続けてられていることに感謝かなと思ってますよ。ももチャンネルもやっててなんかもうその新しく見てくれてる人とか増えないんだろうなって23年前から思ってるんだけど、うん、なんだかんだ言ってやっぱ今でも、うん、アマチュア、まあ、最近アマチュア無線も結構動画で取り上げるようになったから、うん、見てライセンス売り始めましたとかアマチュア無線の免許取りましたとかって、うん、この間もねなんか東京で駅前でハンディ機で運用するって言ったら。うんももチャンネル見てアマチュア無線免許取って今日初めてつながったのがももすけさんだって言われてそれは一生の思い出になりますね。僕もめっちゃ嬉しいもんやっぱ、うん、そうですね。なんで僕も今年もそういうのを一個ずつ積み重ねていくだけかなというふうにはね、うん、思ってるんですけど、はい、はい、今年は去年よりもまた楽しく1年を過ごせると、うん、そうですねというふうに思ってます。はいはい、ぜひ皆さんの今年のこんなことしてみたいとかそういったこともコメント欄に書いていただければアタックさんがすべて返信します。じっくり見ます。じっくり見ます。はい、ということで2022年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。OK です。OK ですか。OK です。録音されてなかったらどうする？もう無理だね。同じこと喋れないですよ。録音されてます。大丈夫ですか？